和泉市の小学校で不審者が侵入したことを想定した対応訓練が行われました。和泉市の蕨島小学校で行われたのは、学校内に不審者が侵入したことを想定した対応訓練です。子どもたちは笛の合図に合わせ速やかに避難していました。また対応訓練の最後に、知らない人についていかない、知らない人の車に乗らない、大声で叫ぶなどの防犯の標語、イカのお寿司を声に出し覚えていました。最初始まる前はドキドキしてたけど、やったら本当に怖くて、いつ起きるかわからないので大切だなと思いました。喋らないようにとか慌てないようにするっていうのを気をつけて逃げました。子どもたち、児童生徒 の、 安全安心を守る、いわゆる命を守る、このためにじゃあどうしたらいいかっていうのを常に常々考えてですね、追っていただきたいと。訓練を通して子どもたちは万一不審者に遭遇した際の対応方法について学んでいました。